明けて昭和62年初場所、前頭4枚目、小気味よく花のある相撲を身につけた増良が旋風を巻き起こしました。土俵上時間です。さばく行司は式守伊之助。さあ、のど輪右が入った。増良を構成です。おっと、切り返し行った。増良出る、どうだ、増良出る、寄り切り、増良の勝ち。おっと、増良突っ込んだ、寄り切り、増良の勝ち。突っ込む、もろ差し、増良もろ差し、増良寄る、首投げ、中島の首投げだ、下手投げ、送り倒し、増良の勝ち、勝ち越しました。横綱大関3人を破る活躍で見事技能賞を獲得しました。自分が技能賞、技能賞を取れるっていうのは考えもやらなかったですね。春場所ではついに新三役小結に昇進します。三役の座を得て増良旋風はますますその勢いを増します。さあ、増良また小手投げに行った。増良が出る、先場所と同じような体勢だ。増良寄った、寄り切り、増良の勝ち。増良を先場所に続いて横綱を破りました。全く同じような体勢です。新三役初日横綱を破りました。うーんと、けたぶり、これがあったか。増良を組んだ、右が入った。増良もろ出し、増良出ます、寄り切り、寄り切って、増良を4連勝、横綱大関ばかり破って4連勝。増良は右の下手を狙います。取りました、右の下手を取った、体勢低くなります。得点を起こしにかかった、足をかけた、右から下投げ、下手、増良の勝ち。またまた大関を破りました。初日から5日間で1横綱4大関を立て続けに破る快進撃。朝潮沸かします北天佑、はい、4大関を総なめにしてきました。地元ファンも大いに盛り上がり、白いウルフの異名を取りました。7日目の千代の富士戦、両親もテレビの前で声援を送ります。あるいは千代の富士と並んで白いウルフとも、ファンの間からそういう呼びなさい出てきました。増良を食いついた、増良、増良を寄る、外掛けだ、やった、軍配は西、増良に上がりました。座布団が乱れ飛びます。素晴らしい速攻を見せました。増良すごかったです、割れんばかりって言いますか、もう自分の体全体がお客さんの声でこうふわっとこう浮くようなぐらいの大歓声だったんですよね。あのイメージはもう今でも忘れないですね。その増良の春場所の大活躍、すでに殊勲賞は決まっておりますが、今日千秋楽の土俵で逆鉾戦、どんな展開になりますか。差し手争い、右が入った、右四つです。両回し十分の増良、巻き替えのチャンスを狙う坂鉾、増良を構成、増良を構成、呼ぶ、寄り切って増良です、寄り切って増良の勝ち、9勝6敗。結局この場所も9勝6敗で殊勲賞を獲得、3場所連続での3勝受賞となりました。夏場所、増良旋風はさらに吹き荒れました。初日の好取組です。増良を二ハグロ、さあ立ち合いです、左から押っつける二ハグロ、二ハグロ低い体勢だ、押した、残った、上手を取った二ハグロ、こうなれば横綱十分です。横綱慎重です。下手投げの増良、内掛け、内掛け、残った、増良の内掛けです。しかし二ハグロ左の上手十分に取っています。増良は右半身です。
横綱出る、外掛け、横綱出る、残った、時間です。横みそを取った横綱、手首を掴んでいる増郎、上手投げに行った横綱、残った増郎、もう一回出し投げ、横綱出る、上手投げ残る、残る、よく残った、つぶ、おー、うっちゃり、マスラオの勝ち、うっちゃりました、マスラオの勝ち、先場所に続いて横綱千代の富士を破りました。マスラオ最後の最後、土壇場粘りを発揮しました。土俵際の執念、最後まで勝負を捨てない男の意地、うっちゃってマスラオ2連勝ですよ。やりましたね、最高です。さあ、その土俵際のところがね、ちょうど画面に来るんですが、もうつま先立ってますね。そうですね、よく残ったと思うんですよ。ああ、持ち上げてますよ。びっくりした。びっくりしてますか。左の前道、右四つになりました。朝潮不十分の右四つ、巻き替えた、おっと、乗り倒し、軍配は西です。マスラオの勝ち。前三つを巻き取りました。若島津左前三つ、右四つになりました。先場所ほどのスピードはありません。マスラオうまく組み止めました。若島津、そうですね、不十分ですからね。しかし肩としては言い方になってますわね。釣り合い、釣り合い、外側から寄っていく、寄り切りました。今場所も勝ちました、マスラオ。これで2横綱2大関を倒しました、マスラオです。この一番に勝ち越しがかかっています。小錦、手返し、下駄振り、マスラオの勝ち。やりました、右足。狙い定めた右の桁繰りです。相撲は分かりません。突っ込んだ、右入った、もろ差しだ。マスラオが攻める、左前三つ、嫌がった桐錦、マスラオ出ます、もろ差しだ、なおも出た、残った、右から小手投げ、残った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 残りました。もう一回巻き替えた、もろ差し、桐錦前線起こしたいところ、こういう体勢です。さあ桐錦出てきた、すくい投げ、マスラオの勝ち。出るところ右からすくい投げ、これで10番、マスラオ10勝5敗です。結局この場所も殊勲賞を獲得し、さらに2桁10勝の星、当然周囲の大関を期待する声も大きくなってきました。とんでもないですよ、それはもう。やっぱ稽古場の自力でもまだまだ足りないっていうのはもう分かってましたし、自分の相撲っていうのを研究されてもまだ勝てるように、9番10番勝てるようには努力しなきゃいけないとはもうずっと思ってましたけど、はい、迎えた7月名古屋場所。マスラオは何を狙いますか。立ち合いです。頭からいきます。北勝海出る、呼び切り、北勝海の勝ちです。早く行く、左を取っている、下がりを掴んでいる、寄り切りました。対戦相手に研究され、これまでのように上位陣を突き崩すことができません。千代の富士、上手を切るか、左外掛けから釣り出し、千代の富士9連勝。結局4勝11敗と大きく負け越し、初場所から吹き荒れた旋風の勢いは完全に止まってしまいました。さらに秋場所3日目の大乃国戦、あっと足を飛ばした、残った、浴びせ倒し、押し倒し、大乃国の勝ち。相手の桁繰りを十分読んでいた大関大乃国、
大野国3戦3勝ですが、マスラオがちょっと足を痛めたか。右膝靭帯を痛め、全治2ヶ月の大怪我を負ってしまいます。この後は旋風とはほど遠い怪我との戦いに明け暮れる日々が待っていました。ようやく前頭筆頭まで番付を戻した63年夏場所。膝は大丈夫か。マスラオの右膝、どうか。また膝大丈夫でしょうか。膝を痛めて再起をしてきたマスラオ、右の膝ですか。4日目、大関小錦との対戦でまたしても右膝靭帯を負傷、十両生活を余儀なくされました。